小池でーす。どうも、トイです。はい、今日はですね、ちょっと大型企画を用意してます。ほう、はい、どういう大型企画かと言いますと、はい、コラボなんですけども。コラボ、はい、おかげさまで僕たちも3年半以上ワンピース系の情報を発信する YouTuber をやってるわけなんですけども、はい、ここ最近結構増えたなと思って。あ、ワンピースの方ですよね。ワンピースの方とは、ワンピースの情報を発信されてる YouTuber ですよね。そう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 、はい、なんでそういう方とね、ぜひお友達になりたいと、はい、仲間になりたいと思ってて、はい、まあ、ぜひコラボ動画を撮りたいと思っているんですけども、はい、ただこういうご時世なので、うん、みんなが一度に一箇所に集まって動画を撮るっていうのはちょっと現実的じゃないなと思ってます。まあ、そうですね。そう、だからちょっと遠隔にはなるんですけども、はい、僕たち1ヶ月ぐらい前にこんな悪魔の実が今後登場するんじゃないかっていう考察の動画を撮ったんですけど、はいはい、こちらがですね、なんと31万再生なんですよね。めちゃくちゃ見てもらいましたね。そう、めちゃめちゃ見てもらったし、この動画の最後にね、コメント欄に来た皆さんの予想する今後登場しそうな悪魔の実も好評だったら第2弾として紹介しますって、それもまあやったんですけど、2週間前の動画にもかかわらず19万ももう再生されてるんで、ね、まあ、視聴者がいただいたやつでね、そうそう、いただいたんですけど、ほんとみんな悪魔の実好きだな、気になってんだなと思って、じゃあ僕たちもね、はいはい、そういう日々ワンピース系の情報を発信してるチャンネルの皆さんの予想される悪魔の実が気になってきたんですよ、まあ、純粋に知りたいですよね。そう、じゃあもうコラボということで、はい、各チャンネルをされてる方々の今後登場しそうな悪魔の実の予想ランキングをぜひみんなで見てみたいと。ほう、はい、同じ日の、はい、同じ時間に更新したらちょっとざわつくかなと思って。いや、それ悪魔の実ウェーブが落ちちゃいますね。ウェーブが起きる。そう、はい、なんと今回急な呼びかけにもかかわらずですね、はい、10組以上の方が参加してくれて、ありがとうございます。初めてね、関わる方も多いんで。そうですね、すごい楽しみなんですよね、うん、ちなみに東也くん、自分が今後登場しそうな悪魔の実を予想したわけだけども、はい、覚えてますか？あ、もう結構いっぱい覚えてますよ。はい、何言ってました？僕はやっぱりあれですね、人人の実、モデル、サタン、うん、言ってましたね。そう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 、あとね、食食の実とか、ブンブンの実っていうことも言ってましたね。あ、そうそう、あの植物の実とね、分身できる実なんですけど。そうそう、僕はね、はやはやの実、うん、言ったら加速するっていうね。そうそう、で、人人の実、幻獣師、モデル、エンジェルね、うん、悪魔の実があるんだったら天使の実もあっていいんじゃないかみたいな、うん、で、まあ、ウオウオの実っていうのが出てきてるじゃないですか。そうそう、モデル、バハムートとかね、ちょっと強そうな幻獣師も入れてみたりするんですけども。そうですね、やっぱり面白い、はい、で、僕たちも予想ランキングやっちゃってるので、やりました。コエッキーチャンネルからは、コエッキーチャンネルを常にいつも支えてくれるスタッフが、おお、はい、この企画を考えてくれまして、今日はコエちゃんスタッフが考える今後登場したの悪魔の実ランキング。すごいね、僕らやって視聴者のやつやって次スタッフやんねんね。これしかないね、もう三段構えがすごいね。そう次は僕らの親が考えるとはい、ということで僕たちのランキングだけじゃなくて、今回参加してくれてる方のチャンネルは下に概要欄貼ってますんで、ぜひ全部のチャンネルをチェックしてみてくださいね。いや、もうこれすごいいっぱいな情報量やね、一気に今日は。そうよ、おー、じゃあ3位、はい、とりどりの実、古代史モデル、ドードー。ドードー、はい、これゾーン系ですね。こちらくださったのは、うん、下北バナナ店員の女帝かなこさん。ほうほうほう、はい、飛べない鳥人間ということで。飛べない鳥人間、はい、まあ、特徴としては飛べない、はい、卵やヒナが犬に食べられて絶滅してしまったかわいそうな鳥。え、かわいい、一向になんかバトル向きなことが書かれてないんですけど。そうやね、はい、古代史という珍しさでマウントを取れる。え、ドードってもうおらんの？おらんよ、もう絶滅したからね。あ、そうそう、でも結構近代までは生きていた絶滅動物なんで、はいはい、確かにちょっと出てきたらおっとは思うね。おお、まあね、飛べない鳥の実を食べたくなかったら高額で転売できる。いや、え、そうやね、弱々しさで油断させて不意をつくということで。ほう、どうですか、クソみたいな見てびっくりしてるんですけど。いや、びっくりしてるよね。古代史という珍しさでマウントを取るなんやねん。いや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 ポケモンのドードーかと一瞬思ったんですけど、ちゃんといるんすね、ドードー。それがまあ、それがモデルになってるからね。はい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 、はい、確かにあいつも飛ばれへんからな。そう、でも悪魔の実っていうのはもう食べて十中八九弱くなることはねって言われてるわけですよ。だから堂々なりの戦い方があるんじゃないかなと思うんですけどね。そうよね、うん、どうなんですかね。わからんけど、くちばしでつつくとかよそう、でもね、なんか僕たちはちょっと今ね、ちょっと小バカにネタにしちゃいましたけど、はい、ワンピースについて結構詳しい部類やと思うね、もう2人とも。で、今回参加されてる方たちも結構ワンピースマニアとしてすごいね、知識がある方ばっかりなんで、はいはいはい、逆にこういう一般的な視聴者の目線って意外とリアルなのかもしれないなと思って。まあでも渋いとこ行ったけどね、ドードはね。ちょっと古代史であってたとしても、ちょっとカイドウの傘下に入るの難しそうじゃないですか。だって普通さ、一番推しポイントを最初に来るやん。最初の推しポイント、飛べない鳥っていうね、よくわかんない、バカにしてるやんみたいな。まあ
飛べない鳥はただの豚だって言われてるからね。ちなみにドードってこういうやつね。やっぱくちばしで攻撃するし。はい、じゃあ第2位は、はい、ボリュボリュの実です。ボリュボリュ、はい、こちらグッズ担当のサンタクスゼイヤンさんからのお便りなんですけども、はいはいはい、ボリューム自在人間ということで、ほう、対象物の大きさを変えられる、ドラえもんでいうところのスモールライトとかビッグライトのイメージということなんですね。ほうほうほう、どうですか、これ対象物って戦ってる相手とかも含まれるんかな。もちろんもちろん。え、バリ強ない。そう、まあ、キロキロの実とかトントンの実っていう重さを変えられるものがあるなら、お、体積が変えられる能力があってもいいのかな。雨粒や涙を巨大化させたら能力者にとって効果的に使えないかって、すごくない？これ確かに盲点じゃないですか。これめちゃくちゃいいね。おう、ようやくまともなスタッフがいい。そうやね、これでさっきのドードも巨大マックスしてもらったらね、多分物量で倒せるわけ。なんかポケモンバトルになってる。まあ強みっていうのは生物の大きさもまあ変えられるっていうところなので、人にも使ったなら敵を小さくしたり豆粒サイズにしたり、味方を大きくして巨人サイズにしたりとか。いや、まさしくね、うん、これ意外とないよね。そういうことね、うん、僕ボリューボリューのミー言うから音声かと思ったよ。うるさいよ。だから僕の笑い声とかを100倍とかにして、もう衝撃波で相手殺す。いや、もうジャイアンやん。でもこれまださ、漫画とかだからさ、面白いじゃん。なんか文字とかが武器みたいになって、なんかワギャンランドのワギャンみたいな感じで想像できんねんけど、アニメとかだったらボリュームちっちゃすぎないと、ちょっと子供の耳に悪いんちゃうかも。確かにね。で、なんか本編としてはちょっとどうかなと思うけど、USJ とかプレミア賞とかいそうじゃない。あー、まあやりやすいっすよね、多分ね。そうそうそう。おー、いや、なんか面白い。これちなみにパラメシア系ということで、あ、まあ別に届いてもいいし。さっき、あ、気になる、さっきのドード、どうせゾーンでしょ、ドードはゾーン系なの。いや、知ってるよ、多分見てる人全員。じゃあですね、早速1位発表といきたいのですが、はい、小屋ちゃんといったらやはり番外編。そうなんですよ、実は今回参加してるコラボの YouTuber さんたちも全部番外編を入れてくれてるんで、ありがとうございます。小屋ちゃんテイストに合わせてくれてるんですよ、うん、ちょっと面白いでしょ。チーム小屋ちゃんの選ぶ今後登場しそうな悪魔の実番外編は、トリトリの実モデル皇帝ペンギンです。いや、おい、いくい。こちらですね、弊社代表のいくちゃん、はあ、となっているんですけども、はあ、ペンギン人間、可愛い外見で近寄り、ペンギンの羽で力強い攻撃を繰り出す、鋼鉄並みの威力かつ必ず先制できるファーストペンギン。ファーストペンギンってそういう意味ちゃうけどね。まあまあ、わだめやからそういうこともあるか。泳げないが海中深く潜ることができる。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どうなのかな。え、どういうこと、どういうこと。いや、もう死ぬやん。え、死ぬよ。だからジャックみたいな、うん、早く引き上げろって言ってるわけ。アホの子だろうから、うん、高速で潜って戻れるので悪魔の実の呪いを一部克服できている。え、帰ってこれるの。こう行ってこう上がってくる。意味。え、どういうこと、どういうこと。ごめん、あれちゃん、もしかしたらチームこやちゃんの動画が一番再生数低いかもしれない。え、アホなん。理由もちゃんと書かれてます、はい、今まで水中が得意な感じなので出てこないペンギンですが、動物の実があるならペンギンがあっていいじゃないか。え、じゃあ、あの青生地が乗ってるペンギンどうなるんや。キャメルね。そう、あれはどうなんだね。なんかだってキャメルがいるなら、うん、あれ皇帝ペンギンのどんだけの何倍のサイズだと思ってるのよ。クソでかいよね。そう、超ペンギンとか言われてるやつ。そう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 。え、今さら皇帝ペンギン出てきたところでじゃない、うん、可愛い外見で近寄りペンギンの羽で力強い攻撃を繰り出すとかってやつ。なんかさ、さっきのドードもそうなんやけどさ、もうトリトリの実は可愛い外見で近寄るしか能がないんか。しかも、ね、発想が2人とも似てるってちょっと面白い。確かに。2人とはちょっと言及の対象じゃないですか、これは。そうですね、はい、びっくりしましたね。じゃあお待ちかねの1位いきますか。大丈夫今日こんなテンポよくて。なんで、ね、いつもやったらこれまだ2位発表中ぐらいの時間やで。いつもはさ、ちゃんと自分たちで考えるから思いも熱くあるし、理由もちゃんと根拠もあるやんか、うん、で視聴者からのコメントのやつもちゃんと自分たち選んでるから言いたいことってたまるんやけど、ただこれはスタッフの考えのやつを淡々と発表してるだけなんで。そうやね。はい、でも1位もね、おって俺思ったよ。ほう、こやちゃんスタッフが考える今後登場しそうな悪魔の実ランキング第1位は、はい、
伝伝のみパラメシア系となっておりまして、はいはい、東亜秘書のガッキーからのお便りです。はい、はい、電磁波人間。電磁波、はい、電磁波とは、うん、電気が流れるところに発生するエネルギー波のことですと。電気と磁気という2種類の性質を違う波を電磁波と呼んでいます。なるほどね。はい、ゴロゴロみたいな電気系の攻撃、電電虫の盗聴なども可能。強っ。はい、一定範囲内の生物を麻痺させることもできる。電電虫の電波に乗って通話しているところにワープもできる。ほう、どうですか。だいぶ強い。強いよね。え、でもパラメシアなんですね、ロギアじゃなくて。この辺がちょっと謎よね。でも電磁波って今までなかった。いや、新しい概念ですね、これは。ピカピカゴロゴロより攻撃力はないけども、うん、裏で暗躍するための便利な能力的な位置で考えました。確かに。だってサイファーポールとかが持ってたらすごい厄介よね。厄介よね。これちゃんとほら自分の秘書やからちゃんとしてるよな。ちゃんとしてる、うん、なんかこの電磁波の説明始まる時小林さんかなって一瞬思ったんだけど、小林さんのね原稿とかもやってくれてるんで。なるほどなるほど。でもさ、ピカピカがねその反射するところでこうやってワープしていったりとか、うん、まあ、ミラミラもその鏡あるとこだったらワープしていけるように、ワープという概念はワンピースの世界にちゃんとあるわけじゃないですか、うんうん、そうなったらやっぱ電磁波ってどこにでも滞留したりするからむちゃくちゃ強くない。強い。実際あのエネルだって電気があるところをワーってこう移動してこれたり金の中に貫通してこれたりするやんか。電磁波の相当よな。あるもんな、ね、電波とかだってその辺にあるわけだからさ、どこでも移動できない。もうこうなったらもう最悪シャンクスってゴミなんちゃうかなみたいな。え、でも大丈夫なんかな、なんか 5G のところと 3G のところで移動することかのかな。めっちゃおもろいやん。ちょっと 3G やから俺ちょっと行くの遅れんねんみたいな。ちょっと見たいけどそれ。え、てか俺電電の目って言った時にもう俺完全に田んぼ人間やと思ったもんな。あの電煙トゥーゲーの電気だ。いやいや、ただ飛行士やん。でもすごいよね、なんかね、いや考えられてる。だって僕たち電電虫から人が出てくるって思ってない、うん、思ってない思ってない。でもそれがあったらどこにでも行けるし無敵に近い。だって映像電電虫もありますからね。そう、まあ、海賊としてどうかあれなんやけど偵察という意味ではすごく優れてるし、海軍にいたらめちゃくちゃいいよな。もうちょっと厄介っすよね、海賊からしたら。めちゃくちゃ厄介やな。まあ、ということで、まあ、2位と1位だけがまともなランキングでしたけど、他のチャンネルの方もめちゃくちゃ真剣に考えてるし、うんうん、結構ね、小屋ちゃんを見てくださってる方もいるんですよ、参加者の中で。ありがとうございます。だからあえてあの被せに行かないと思うんですよ。はいはいはい。独自の路線で多分行ってると思うからめちゃくちゃ楽しい。どうする、みんなトリトリの実モデル皇帝ペンギン入ってたら。え、それはそれでもう宴するしかないよ。南極で、南極で。はい、というわけで今日の動画はいかがでしたでしょうか。他のチャンネルの動画も概要欄貼ってますので、ぜひ見てあげてください。チャンネル登録もしておいてくださいね。もしこれが好評だったら、またね、半年に1回とか1年に1回とか、こうみんなで集まる機会を作って、はい、大型コラボ企画を撮っていきたいと思いますので、ぜひ高評価をしてください。高評価が3000以上だったら、またこういう企画をやりたいし、悪魔の実の予想のやつもやっていきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします。それでは、See you! Bye! 今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんない？でもしてね。そうそう、LINE スタンプリニューアルしたぞ。Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前は声キーチャンネル。